はい。ということで、えっ、ー、と、本日はですね、えっ、ー、と、最近とっても注目されている比較的新しい検定であるデータサイエンティスト検定、協力して BS 検定について解説していきます。BS 検定よりも、えっ、ー、と、AI 比較検定の中でもっとあの、歴史の長い、ここ数年間行われてきた G 検定というのがあるんですけれども、 あの、地位検定をすでに受けたことある方もいるかもしれません。その地位検定との違いですとか、BS 検定は地位検定に比べて特に何が難しいのかなどについても、あの、詳しく説明していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず簡単に自己紹介させていただきます。あの、私の名前はヤン・ジャクリンです。えっ、ー、と、名前から日本人ではないでしょうと、あの、 ご存知かもしれませんが、えーとそうですね、私はあの米国籍の日本育ちの人間です。はいでえー、と今はです、ね、株式会社 GRI でデータサイエンティストと,、えー、とそして講師をしております。まあ、講師というのは、えー、とデータサイエンスの分野で Python ですとか機械学習ですとか、えー、と G 検定や DS 検定などのデータサイエンス系の検定。 対策ですとか、あの、そういった、あの、いろんな、あの、科目で、えっ、ー、と、教育に携わっております。そして、えっ、ー、と、ピクチャーアカデミーの講師です。で、えー、あとは、まあ、書籍とか記事もよく書きます。えっ、ー、と、例えばこちらの、えっ、ー、と、人権定の対策本がその一つですね。えー、GRI に来る前はですね、素粒子物理学の研究者をしておりました。 でえっと、データサイエンティスト検定とあるので、そもそもデータサイエンスとは何でしょうか簡潔に説明しますと、えっと、今はですね、ビッグデータというのは誰もが聞くことある用語となりましたね。えっと、データから、例えばビジネスとか、社会のウェルビーニングですとか、そういった価値のある、えっと、目的で価値のある情報をビッグデータから抽出する。 ビッグデータに限らず、どんなデータでもあの、そこから有益なインサイトを抽出する学問というのがあのデータサイエンスですね。ここでいうインサイトという言葉は、ま,あ、まさにあの誰かのためになる価値のある情報を言っています。でえー、とデータサイエンスはもとはですね、えーと、複数の学問分野から成り立つ分野です。 えっと、データサイエンスに携わる上では、いろんな分野の知識が必要です。数学、統計学、機械学習、そしてそのデータサイエンスが適用される、あの、特定の業種に関する、あの、専門知識、ビジネスの知識、様々ですね。 で、えっ、ー、と、私から言うまでもなくですね、今の時代は、えっ、ー、と、データサイエンス人材の需要が社会の中でますます高まっておりまして、えっ、ー、と、そうするとですね、データを活用する、まああの、データリテラシーを持った人材の育成がかなり、あの、重要な課題として急がれています。で、個人の 目線からでもですね、あの、データリテラシーを身につけて、あの、DX 人材ですとか、データ活用人材として、あの、名乗れるくらいの知識を身につけることによって、まあ、キャリアにとって非常に有益なことが多いのです。で、えっ、ー、と、データサインジスト検定、まあ、DX 検定についての本題に移りますと、えっ、ー、と、DX 検定とは何かですけれども、えっ、ー、と、詳しいことは、 e s 検定を主催しているデータサイエンティスト協会の公式サイトに載っていますが、えーと、その目的を簡単に言うとですね、えー、とデータサイエンスの、えー、と新人、ま、入門者として必要なレベルの、えー、と知識をです、ね、あの大きく分けて3つの分野、データサイエンス、データエンジニアリング、ビジネス。 この三つの分野において、そのレベルの、えっ、ー、と、能力とか知識を持っているということを証明するための資格検定ですね。これからデータサイエンティストを目指す方、えっ、ー、と、まあ、データサイエンティストいろいろ指しますが、自分の今働いている会社の中で、えっ、ー、と、データ活用人材を目指す人が、えー、と、取るのにとっても良い、えっ、ー、と、資格試験になります。 で、えっ、ー、と、対象者となるのは、まあ、今言った通りですね。データサイエンティスト、データ活用人材を目指すビジネスパーソンや学生や一般的などなたでもですね。で、えっ、ー、と、詳しい主体範囲は、まあ、そのシラバスはですね、えっ、ー、と、データサイエンティスト協会のページに載っています。で、えっ、ー、と、それを噛みこだわりで説明したものを、この後を説明したいと思います。 でえー、とこの表はですね、その DS 検定の検定の要件そのものについてです。はい、で大体は年、ね、2回行われます。CBT 試験会場で行われて、えー、と全部で選択式の問題が90問あって、試験時間90分です。でえー、と例えば第3回。 の試験流というのは、まあ、今まで、あの、この第3回を含めて3回ですけれども、これは2022年の、えっ、ー、と、11月15日から20日間ですね、その期間中に、えっ、ー、と、CPT センターで自分の、えっ、ー、と、にとって都合のいい、あの、場所と時間を選んで、登録して、よあの、試験を予約するという形となります。 でえー、とみんなが気にするあの、受験してからいつ合格発表来るかなんですけれども、えー、と公式の合格発表というのは、えーとまあ、試験ごとあ,のある程度差はあるんですけれども、一、ま、か、あ、月以内には、d s 検定の公式サイト上のマイページのところで、えー、と確認することができます。 しかしですね、もっと早く大体合格するかどうか知ることができて、CBT 会場当日ですね、試験を終了してから、えー、と自分が受験している PC からですね、あの隣にあるあの印刷機、あのプリンターから、データサイエンス、データエンジニアリング、ビジネスと総合の各分野の特典率、 情報これだけですけれども、得点率が印刷された速報の紙1枚っていうのをその会場でもらうことができます。はい。えっ、ー、と、もちろん試験ごとにあの違うんですけれども、その得点率が全体でおおよそ80%だったら受かる確率が高いとは一般的に言われています。 ええー、ともうちょっとその受験から、みんなの受験が終わって、受験期間が終わってから、あの数週間以内に先ほど言いました、DS 協会、DS 検定の,あの公式ページから、マイページに飛んでいて、そこからこのような詳細なスコアシートをダウンロードすることができます。えー、と受験した日によって、この出題されたカテゴリーが 少し異なることもあるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ご自身が受験した日の受験した問題のカテゴリーとカテゴリーごとの正解率と、 全受験者の平均とも比較することができて、このような、あの、詳しいスコアシートがあるので、このスコアシートを持ってですね、えっ、ー、と、ご自身の弱点ですとか、そういったものを、あの、分析して、えっ、ー、と、そこを強化する勉強ができるので、こう、す、すごく、あの、役に立つスコアシートですよね、これは。あとは、あの、公式参考書というのがあります。 でえっ、ー、と、以前言いましたように DS 検定で求められている知識分野というのは大きく分けて3つですね。データサイエンスとデータエンジニアリングとビジネスです。で、えっ、ー、と、例えばデータサイエンスには、あの、ここに全部書ききれないんですけど、3つの分野の中で一番、あの、幅広い分野ですね。えっ、ー、と、 まあこの中で私から見て最も重要な項目をざーっとここにあの開けてみたんですけれども、まあ、あのパートと見渡していただくと、えっ、ー、と、機械学習の基本概念ですとか、えっ、ー、と、データの加工の仕方とか、特徴量作り、えっ、ー、と、そしてあのデータ分析のいろんな手法、えっ、ー、と、機械学習とかデータ分析モデルの精度の評価の仕方、 最適化の仕方。いろんな形式のデータ、時系列データ、画像データ、音声,音声データ、えー、と文章データ、こういったデータの形式と特性と扱い方ですね。はい、あとは最近話題になっている、まあ、説明可能 AI とも関連しているんですけれども、モデルの解釈とか、えー、と予測結果の説明の仕方とか。 でデータエンジニアリングについてですけれども、もこの分野はです、ね、あの現在、エンジニアをしていらっしゃる方、データサイエンティストではなくて、エンジニアをしていらっしゃる方にとっては、とても点数を取りやすい分野でありますね。であのデータベースの扱い方ですとか、データを集めて、保管して、加工する仕組みですとか、あのサキュリティですとか、えーとまあ、そういったあの エンジニアとして持っておく基礎知識が問われます。でですねえー、SQL 型データベースを用いたこう SQL 文の基本的な知識とかそうあの、細かい操作、意外と細かい操作の部分も問われるんですね。であのここまで細かい SQL 文の,の穴埋めまで問われるんだと驚く方もいるかもしれませんが、 あの、これは、あの、もちろん、教会側の見解としてもそうですけれども、まあ、私の見解感でも、これは、あの、データリテラシーを、あの、育成するために、これぐらいの、その、エンジニアっていうのは、こういうふうにデータを取り扱ってるのだっていう、あの、知識をインプットするのは、あの、大事なことだと私も思っています。で、ビジネスに関してはですね、 あの、データサイエンスに限らず、あの、一般的なビジネスに必要な重要概念ですね。例えばビジネスモデルですとか、スコーピング、ロジカルシンキング、KPI とか、こういった基本的なものから、まあ、あとは、えっ、ー、と、AI 開発の形式とか、で、あとは、えっ、ー、と、 あの、データサイエンスは社会実装するための知らなければいけない個人情報の扱い方とか、法律と倫理についてとか、まあそういった、あの、データサイエンスの技術と社会との関連ですね。あるいはデータサイエンスの技術とビジネスの関連に関して、この分野で出題されます。で、えっ、ー、と、あとはですね、3つの分野の中には入れられていないんですけれども、 ビジネス検定にはですね、あの、私がとても印象的と思うのは、えっ、ー、と、数学と統計学の知識を使って、与えられた数値がいっぱい載っている表とか、描写から、あの、それを解釈して、情報を抽出する答えを導き出すための問題が結構多いという印象を受けております。そのためには、やはり、ここに書かれているような、 統計通理学の知識というのは大事ですで。BS 協会側のシラバスでは、これはデータサイエンスの分野に入れられているんですけれども、私からすると、これだけたくさんの数学と統計学が関連する問題が出題されているのであれば、単独の数理統計学とか、そういった独立した分野として、あの、設立されるべきではないかと私は個人的に思っているんですけれども、 まあ、あの、一応これはデータサイエンスの分野の中に、あの、シラバス上では扱われています。ただし、えっ、ー、と、私がこれから紹介する、あの、自分のオリジナルの講座では、数理統計学というあの独立の分野として扱っています。はい。で、DS コンテはですね、えっ、ー、と、デジタルリテラシー協議会が定義している、あの、d l i t という、あの、 すべてのビジ,ネスビジネスパーソンが身につけるべきデータリテラシーを定義しているこう基準となるものですけれども、この D-Lite はですね、地検定と IT パスポートとこのデータサイエンティスト検定の3つの検定をあの推奨しています。D-Lite というのは、計、え、算、ーえー、省が設定したもので、とてもあの有名になってきています。 で、えっ、ー、と、人材育成のエキスポなどに行くとですね、あの、D ライトに関するブースがたくさんあるなど、あの、これらの検定の重要性が社会の中でますます認められるようになってきました。はい、でよく聞かれる質問ですけれども、この DS 検定受かれば、あるいは G 検定でもいいんですけど、これらに合格すればデータサイエンティストになれるんですね、と。で、それに対する答えはですね、 えっと、すべてのものにも第一歩っていうのが必要です。この検定にさえ受かればもう一人前のデータサイエンティストで再仕事してくださいとは行きませんね。であくまでもデータサイエンティストのあの第一歩としてデータサイエンティストになるための基本知識をあの持っている。しかも結構まんべんなくあの最低限を持っているという証明にはなるかと私は思います。 で、そこで DS 検定と G 検定はどう違うか、これもよく聞かれることですけれども、G 検定っていうのは、G はですね、ジェネラリストの G で、あの、こちらは、えっ、ー、と、ディープラーニング協会っていう別の、あの、団体様が主催している検定ですね。で、G 検定はですね、えっ、ー、と、よく、あの、ディープラーニングを中心とする機械学習とか、ディープラーニング、ニューラルネットワークに関する、あの、 結構細かい、えっ、ー、と、奥が深い、あの、例えば仕組みのディテールについてとか、深い理解が求められるような問題が出題されます。あとは、ディープラーニングを応用した最新の最先端の技術についての知見が求められます。しかもこれは、ディープラーニングを応用した、あの、いろんな分野についてですね、強化学習、自然言語処理、 音声認識、画像認識。これらはすべてディープラーニングが応用されているものですけれども、これらについてですね、最先端の技術にキャッチアップしていることが普段から求められます。あとは G 検定では、DS 検定よりはるかに多くの AI に関する法律とル理の問題が出題されます。それに対して DS 検定はですね、 えっと、G 検定ほど細かいこととか深いことを問われない傾向にある代わりにですね、出,出題の範囲が位検定よりも広いです。はい、で、インデース検定は、あの、特にですね、あの、実社会の中でよく見るデータから情報を読み解くとか、本当に、あの、実際の業務とか、 すぐに、あの、身の回りに適用できそうな、結構本質的な理解力を試す問題が多いように感じています。はい、そこが DS 検定の魅力の一つだなとは私は思います。で、地位検定に対して DS 検定の出題のポイントは、ここで青字で書かれるところにあると思うんですけれども、先ほど言いましたように、実務よりの分野が中止されるとか、 データから情報を正しく読み解くためのリテラシーだけではなくて、ロジカルシンキングも追われるんですね。ですので、えっ、ー、と G、G 検定ほど丸暗記で解ける問題が少ない。G 検定ほど丸暗記解ける問題が多くないですね。はい。えっ、ー、と、G 検定はと、すごくこう難しい最先端技術に関する用語は一部は えっと、試験だけのためであれば、暗記だけで済ませるかもしれませんが、DS 検定ではそうはいかない問題が多いです。はい、で、難易度として、ある程度主観的な発言ですけれども、私はあの G 検定も DS 検定も両方ともその教育に結構あの関わっているんですけれども、私から見て、G 検定に対して DS 検定の難易度は2、3割高いんではないかと思います。 でえー、とここでですね、えーと、皆さんの DS 検定合格を目指すのにあのお手伝いさせていただけるようなあの教材を紹介したいんですけれども、えーとまあ、いろいろありますが、その中でちょっと3つピックアップしました。一つはピクチャーアカデミーのえっ、ー、とのデータサイエンティスト検定最強の合格講座の、えー、と現在、あの 先行して、そのテキスト、教材を販売中です。ここにはテキストと、えっ、ー、と、演習問題と模擬試験が含まれています。はい。で、えっ、ー、と、もちろん、ES 検定のは合格に導いてくれるような内容があ,のあって、演習問題も非常に豊富だけではなくて、えっ、ー、と、まあ、教材の中で意識しているのは、 データサイエンスの勉強を楽しく感じていただけるような教材にしようとしています。よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、ここにある模擬試験と違う問題の模擬試験ですけれども、あの、ウェブ上で受,受験できる、あの、90問の模擬試験というのがあります。はい。えっ、ー、と、期間によっては、あの、期限限定で無料にもしていますので、あの、ちょっとチェックしてみてください。はい。で、そしてですね、あの、お得な プランで、において、えっ、ー、と、ウェブ模擬試験を受けるだけではなくて、あの、解説の冊子ですとか、あとは、えっ、ー、と、講師、<laughs> 私ですね、講師に、あの、いつでもチャットで、えっ、ー、と、質問とか、あの、検定の勉強に関する相談とかもできるプランもご用意しています。 はい。えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、弊社の教育のパートナーであるアカルートアカデミーでも、こちらは、あの、動画付きの講座ですけれども、えっ、ー、と、データサイエンティスト検定の対策講座、あの、こちらは DS 協会に監修されたものですね。はい。こちらも販売しております。あの、ここに講座のガイダンスもあります。で、こちらの教材と、こちらの教材は、あの、結構似ています。 で、えっ、ー、と、こちらは、あの、動画付きですね。で、えっ、ー、と、こちらは、あの、演習問題が、ここと少し違います。それぞれの講座は全て同じというわけではないんですね。で、えっ、ー、と、あとは私の感覚としてですね、あのこ、ここで紹介させていただいた講座を、あの、受講すると、受講してですね、えっ、ー、と、まんべんなく あの、勉強していただいて、えっ、ー、と、例えばその講座の8割をよく理解できているレベルにあるのであれば、あるいは模擬試験で、あの、そんなに苦なく8割以上の点数を取れていれば、あの、教材に書かれていることをそこそこ自分の言葉で他人にこういうことですって説明できてれば、あの、DS 検定の合格の あの、確率は結構高いんではないかと思っております。ここまで聞いていただきありがとうございました。いかがでしたかデータサイエンティスト検定は、あの、出題の範囲も広くて、えっ、ー、と、まあ、その対策するのに時間も、えっ、ー、と、労力も必要かと思いますけれども、あの、先ほど言いましたように、すぐに 実務に活用できそうな貴重な知識がたくさん出てくるので、これからデータサイエンティストを目指す方は、ぜひ、あの、この資格試験に挑戦していただきたいと、いた,いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。